そんなに大きくは変わらないと思うんですけど、ね、一応これ副産物の、はい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 、はい、これも言われてたのに、あのこれしかありませんので、あー、なるほど、石膏とか、あのパネルとかですね、はいはい、パネルを粉砕して作ってます、ね、あー、なるほど、なんか細かくなったなーっていうイメージで、なんか使いやすそうだなーっていうのがすごい。一応仕事的にはこれと、あと顆粒の分ですね、はいはい、顆粒と、あの粉の分が、あの粉は牧場風味ですからね、はいはいはい、はい、これは1本全部いってもいい、そうですね、でも結構な量あるんで、そうですね、まあ一袋、これ一袋ですからね、ですから、まあ大体、まあこれ3のぐらいかな、これ短い、何これ天井でこんなんなっだいたい、まあ巻くときもう、まあ適当なんですけど、あれ、こんな感じで待っておった。はいはい、はい、ええ。うわ、巻きやす。これは楽だ。待つのが早いですね。こんにちは。今日は4月の26日です。昨日買ったね、この作業服ね、今日から早速着てみました。とっても快適です。ちょっとね、まあ、全身がちょっと映らないんで、あれなんですけど、まあこの帽子がね、ちょっと微妙な、髪がすごいですね。微妙な感じっちゃ、微妙な感じなんですけど。まあでも、こうやってね、後ろで、結ぶというこういうタイプです。はい、あとでね、ちょっと全身も撮ってみたいと思います。今日はですね、先ほど、日食アグリさんからね、このイネニカをちょっとね、果樹園の方で試験的に使ってみてくれないかという形で、持ってきていただきました。で、まあ、チンゲンサイのね、フックドの方に、育苗の箱のフックドの方に使ってまして、で、メーカーさんのデータといいますかね、果樹のね、病害虫というか、まあ、病気に、これが効くというか、いい結果が出たというデータがちょっとだけあって、で、まあ、梨はなかったんで、ちょっと試験的にやってみてくれないかという、で20世紀梨はね、黒斑病っていう病気に非常に弱くてですね、それにね、多少というかね、まあ効果があれば非常に嬉しいなということで、ちょっと、イネニカ巻いてみました。まあ4本ね、やって、10キロ巻いたやつと20キロ巻いたやつ、あとまあ巻いてないやつをね、今後どうなるかっていうのを見ていきたいと思います。まあ、果樹ってね、1年ですぐじゃあ結果が出るかっていうわけでは多分ないと思いますし、じゃあどの時期にこれをイネニカを巻くと効果が高いかっていうのもね、まだ、まあ初めてなのでわかりません。で、本来、肥料を巻く時期っていうのは12月ぐらいなのでね、まあとりあえず今年今日巻いてみて、で、来年の冬もね、またやってみたいなと思います。
でまあね、今年まあすぐ結果が出ればいいんですけど、例えば今年巻いて来年今年の冬ね、元小屋普通に巻くときも巻いて、来年ねいい結果になれば、それはそれで非常にいいんだろうという期待を持ちながらやって、いきたいと思います。日食アグリさんの稲ニカ、しっかり宣伝しておきましょう。はい、これね非常にね今ね流行ってるというかね、私の知り合いの、ま、県外のと、ま、農業者さんからもね、その方は、ま、ネギ、白ネギの、ま、そこも育苗の覆土にね使ってるっていうね、あそこはま商品名稲ニカではないんですけど、ま、計算のねこの資材を使ってて今結構割と流行ってるみたいなので、興味のある方はねぜひ、使ってみられたらどうでしょうか。はい、何度でも言います、稲ニカ。まあ一応言っときますね、稲ニカの成分、計算55、カルシウム25、鉄 1.5、 マグネシウム 0.3、 こういった成分です。まあ本当、果汁だとね1本あたりどのくらい巻けばいいのかっていうのもまだ本当わかんないので、20キロが多いのか10キロが多いのか、もしくはもう全然足らないのか、そういったことも含めてね、ちょっと今後ご検証していきたいと思います。こんな感じの ピチンゲンサーさんのご推薦の TS デザインのズボンです。はい、この作業服ね大変気に入っております。ただですね、僕昨日まあこの作業服買いに行ったんですけれども、アトム社のね、グリーンマスターっていう名前だったかな、あの長靴を買いに行ったんです本当は。買い忘れました。まあまたねネットかなんかで注文して買おうかと思います。ね、まあこれからまあ5月に入ってゴールデンウィークを迎えるんですけれども、まあ私の方はね、梨の撤荷作業が始まりますので、ゴールデンウィーク関係なしで仕事です。まあ一番忙しい、一番っていうかまあ忙しい時期なのでね、まあ皆さんはね、せっかくのゴールデンウィークとはいえコロナウイルスのねせいで、外出しにくいし旅行とかもね行きづらい時だとは思うんですけれども、まあ何かしらね楽しみを見つけて、楽しんでいただけたらなと思います。でね、まあまあワクチン接種がね始まってるので、なんとか夏ぐらいには落ち着いてほしいなとは思うんですけれども、私の住んでるね秋田方市では5月の後半ぐらいからですね、ワクチン接種が始まります。まあまずは高齢者からという形で、医療従事者はもう打ったのかな、まあ、高齢者っていうのがまあ5月の後半で今予約が開始されました。でそのね予約についてちょっと質問があったので、今日まあ市役所行く用事がありましたので行ってきたら、まあそこの担当の課でね質問しに行ったらまあ大変です。電話鳴りっぱなしでなんか職員の皆さん大慌てみたいな、まあそりゃそうだとは思うんですけれどもね、本当まあそんな中でね質問しに行くのというのが非常に申し訳なかった感じなんですけれども、まあね、そういったね状況を踏まえながら、なんとかこのコロナをねみんなで乗り切っていけたらなと思います。まあここまで、あね、秋田方市の人もまあ見ているかもしれないので一応言っときますけども、今ねコロナワクチンの予約が電話受付とネット受付でやってます。で電話がつながらないというの状態が起きていますが、ネット予約だと速攻でできます。高齢者の方はねなかなかネットが使えないということはあるんですけれども、お知り合いの方とかね、娘さん息子さんとかにねちょっとネットで予約してってスマホでねやってもらうとすぐに予約ができますので、
なんとかね、いろんな手を使いながら予約をしてワクチン接種していただけたらなと思います。あとね、ワクチン接種はあくまで任意ですので、したくないという方がおられるの場合はしなくても問題はありません。強制ではないので誤解のないようにお願いします。それでは、まあ今日はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。